はい、皆さんこんにちは。こんにちは。ロッケ藤井とめぐちゃんこと国際の西本めぐみです。飲食店の宅配について質問させていただきます。コロナ後の飲食店において宅配は大切な販路です。しかし躊躇している飲食店も多いと思います。 Uber 手数料が高く儲からない、1枚では配達員の確保が難しい、いずれにしろ取り組みがたい問題だと思います。藤井先生のお考えはいかがですか。はい、ご質問ありがとうございます。ありがとうございます。私は例えばですね、可能性のある手段をできるだけ多く見つけることをお勧めします。 Uber 等が成り立つのは大都市だけなので、ロケーションが非常に重要な意味を占めます。日本の場合はほとんどの飲食店が郊外型に相当し、駐車場が全く不要な都市型は限られています。 Uber Eats が成立する立地は上記の駐車場の不要な大都市立地になります。日本の場合は、オーバーイーツの配達員のほとんどが自転車での配達。シンガポールとか、海外は、ね、車に車が海外は車のほとんどだね。前回のウーバーでもお話ししましたが、テイクアウトとかデリバリーを考える場合は、お客様のどんな食事シーンのどんなニーズを満たす食事を考えることが最優先です。単なる独身者のランチの需要を賄うだけの食事であれば、コンビニ等との競争になり、勝ち目はありません。したがって、家庭で食事をする人を想定した食事、それからご馳走感も大切なようです。あるいは、普通で簡単な食事を目指すお客様をターゲットにテイクアウトに大成功しているのが、前橋の新海屋と丹波屋。ここは1日30万ぐらい売ってるみたいで、それだけでやってる。素晴らしい業績出してます。現実的な価格帯で納得感が非常に強いです。遠方に販売するよりも納得感のある内容で Uber 等に頼るなんじゃなく直感をお勧めします。大都市以外では Uber 等は利益が出ないと思います。合わせて様々な手法を検討し、長所短所を判断し、早期にたくさんの小さい失敗を積み重ねることをお勧めします。